これを食べたら痩せます。あなたのために選んできました。業務スーパーで買えるんですよ。では早速一つ目ご紹介していきましょう。こちらです。ミツカンから出ている白ワインビネガーです。で、このビネガー、まあ、お酢ですよね。こういったお酢はですね、もうダイエットに最適なんです。なぜかと言いますと、そのあなたのですね、その太ってしまうホルモン、まあ、デブホルモンと言われるそのインスリンの分泌をお酢、ビネガーって抑えてくれるんですね。でしかもそのあなたがこう召し上がった、まあ、太りやすい食べ物、例えば糖質ですよね、こうパンとかパスタとかお米とか、そういったのを食べるときって血糖値がこう急上昇してしまうんですが、このお酢を一緒に召し上がることでその急上昇を緩やかにですね変えることができる、イコール体に脂肪をこう溜め込みにくくする、体に、まあ、することができるわけなんです。だからもうお酢の力をぜひダイエットのこう味方につけていただいて、こうお酢を美味しく食べながらですね、綺麗に痩せていっていただきたいと思うわけなんです。で、この白ワインビネガーなんですけれども、やっぱりね、ワインですね、を作るときに、まあ、発酵させて作るお酢なんですが、他のお酢と比べてやっぱフルーティーなんですね。やっぱワインからですから、フルーティーな香りがあってすごくやっぱりさっぱりしてるんですよね。私は普段こちらの白ワインビネガーはどんな時に使うかと言いますと、サラダとかカルパッチョの時に材料として使うことが多いです。野菜とか、まあ、お魚向きですので、ぜひぜひこの白ワインビネガーはそういったこうドレッシング系に使ってみてくださいね。あとからレシピもお伝えします。では2つ目いってみましょう。こちらです。業務スーパーさんで見つけたミツカンの純玄米黒酢です。で、私これすごく好きなんですね。なぜかというとコクがあるんですよ。めちゃくちゃコクがあって、やっぱり酸味も結構強いので、こうちょっとパンチが効いてて好きなんですよね。なので朝ごはんによくこう納豆のタレの代わりにこの黒酢入れて食べます。黒酢だけじゃなくてですね、まあ、ちなみにその納豆のタレなんですけれども、塩麹と甘煮油オイルとですね、まあ、たまに MCT オイルで野生オイルも使うんですが、あとこの黒酢とあと粉チーズとかかけてね、混ぜてよく食べるんです。めっちゃくちゃ美味しいです。おすすめです。で、この黒酢のいいところ、やっぱりね、原料が玄米なんですよね。でも玄米が原料なのでやっぱり美味しいんですよ。で、まあ、長期熟成してますから、分かりますか、普通のお酢とかでめちゃくちゃ黒い濃いね、綺麗な、まあ、琥珀色をしてるんですよね。で、またコクと風味と香りが、まあ、普通のお酢に比べたらやっぱり良いですし、でミネラルがとっても豊富ですから、ダイエット向きなので、あなたも、まあ、例えば納豆であったりお野菜とちょっとこうちょい足ししていただくとダイエット向きですから使ってみてくださいね。私これ大好きです。しかも国産玄米 100% ですからね、もうめちゃくちゃおすすめです。では3つ目いきましょう。こちら同じくミツカンさんのコクと旨味が生きる純米酢ですね。深い風味の米酢、国産米 100% のこのお酢、やっぱりこれはですね、こう純米酢ですか、この黒酢に比べたら全然色が違いますよね。すごく綺麗な黄色してます。で、こちらは米酢で、ちょっとお待ちくださいね、おすすめのレシピがあるのでご紹介します。まあ、今までお伝えしたいろんなお酢でもいいんですけれども、この純米酢ってやっぱりこう癖がなくてまろやかで、まあ、一番何にでもお料理合うかなって思うんですね。ちょっと失礼しますね。こちらです、純米酢。やっぱりお米が原料ですから、まろやかでコクがあって、まあ、何にでも合います。で、今からお伝えする黄金の比率のレシピご紹介しますね。すっごく簡単です。簡単に覚えることができます。こういった痩せるお酢を使ってやっぱりドレッシングを手作りしていただきたいんですね。ぜひ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 。で、その時に材料、今までお伝えしたお酢、まあ、白ワインビネガーでも黒酢でもこの純米酢でも何でもいいんですけれども、この3つどれでもね、このお酢が 15ml に対してオリーブオイルが 5ml、 この3対1のこの量でもう OK なんですよ。これ一番基本のドレッシングの分量なんですよね。で、これにプラスアレンジされるといいわけです。
どんなアレンジがあるかと言いますと、例えばこうイタリアン的なこうドレッシングにされたい時はこの黄金の比率で混ぜた後にそのハーブソルト、私は別動画でもね痩せるスパイスということでお伝えしてるんですが、ああいったこうミルでできてるですね、あのスパイスも業務スーパーで買いましたね。そのミルでこうちょっと入れるともうすぐイタリアンドレッシングになりますし、またこの黄金の比率で作ったその基本ドレッシングにお醤油を入れれば和風ドレッシングになりますし、でまたここでそうですね、このオリーブオイルの代わりにごま油に置き換えるだけで、あとそのいりごまとかですね入れるだけで中華風のドレッシングになったりするんですよ。もうめちゃくちゃ簡単でしょ。しかも手作りですから、その無駄に作る必要がなくなるわけですよね。余らない、いつでもフレッシュなドレッシング、しかも痩せるお酢が入っていて、もう何でも合うわけです。しかもアレンジが自在ですね。こうちょい足しのものを変えるだけで、洋風になったり和風になったり中華風になったりするわけですよ。いかがですか？すっごく便利ですし、無駄がないですし、しかも痩せることができるっていうこのドレッシングをぜひぜひあなたも手作りで作ってみてくださいね。もうめちゃくちゃ美味しいです。もうどれもおすすめ。さあ、いかがだったでしょうか？このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことであなたがもうとにかく健康的にリバウンドせずに綺麗に痩せるように私応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私もとっても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。